デザインラインはかつてに存在したニュージーランドの大手コーチビルダー。南東、カンタベリー地方のアシュバートンに本社と工場があり、ニュージーランド及びアメリカ合衆国で高いシェアを持っていた。2006年、本社をアメリカ合衆国のノースカロライナ州に移転後、2013年に業績低下で破産。現在は、イフという新社名のもと、新会社に引き継がれている。 一方で、デザインラインの起源であったニュージーランドでは、現在でも、市場でのシェアは高く、デザインラインパシフィックという社名で残っているほか、デザインライン UAE を UAE に設立している。創業者は、ジョン・タートン。1985年にニュージーランドの南東、アシュバートンで創業。手掛けるバスは、スクールバスから、路線バス、2階建ての観光バスまで幅広い。 ベースシャーシはマンスカニアボルボが中心。1998年に開発、生産を始めたハイブリッド電気バスが地元クライストチャーチで運行を開始し、世界中のバス業界で話題を集め、デザインラインの知名度と市場シェアが高まった。2006年にはアメリカ合衆国へ本社機能を移転。翌年2007年にニューヨークで電気タービンバスの導入が始まった。 2008年には、ニューヨークまたより、ガスタービン車両、電気バス車両の両方を合わせて130台もの、発注を受けた。2009年、起点であった、ニュージーランドのアシュバートン工場が、ロールストーンに移転。また、ニュージーランドでの事業は、デザインラインパシフィックという新会社のもとになる。2009年以降、新車種の開発能力の低迷、いくつもの技術的なトラブル、 ブレーキ故障、火災が相次ぎ、市場シェアは急降下。2011年には受注後のキャンセルが相次いだ。これを受け、2013年、破産を申告。アメリカ合衆国の企業再生支援によって、デンバー市、ニュージャージー州、カナダのモントリオール市、本社地元のシャーロット市などから多数の新車受注を受けるも、頻繁なブレーキ故障や車両からの出荷といった。 問題が改善されないため、受注のほとんどが2014年現在までにキャンセルされている。2013年10月、投資会社アンダーランド社によって買収され、2014年より新社名、イフとなる。一方で、ニュージーランドのデザインラインパシフィックは、2011年頃から、同国の同業他社、コーチワークセントラル社やキーウィコーチビルダー社、 隣国オーストラリアの高知デザイン社によるシェアの拡大で低迷しているが近年企業ロゴの一新新型車両の開発デザインライン UAE を UAE に設立するなど需要は徐々に回復の見込みであるデザインラインを最も有名にしたのが都市部の路線バス向けにタービン電気バスを抵抗会社に据えていることだろう1998年に クライストチャーチ市外の無料バス、シティシャトルに導入されたことがきっかけとなって世界中の注目を集めた。日本でも2000年に東京電力が実車を借りて横浜市内で試験走行を行い、その実績をもとに日本向けに改良されたタービン電気バスが2003年に4台輸入され、日の丸自動車工業の無料循環バス、丸の内シャトルと メトロリンク日本橋の看板車両として活躍している。シャーシはマンを採用している。機構的には小型のガスタービンエンジン発電機を電源とするシリーズ式ハイブリッドカーの一種でアメリカキャプストン車のシステムを採用している。デザインラインのノンステップバスタービン電気バスほか日本では東京で少数見られる。ありがとうございます。